FBI によるジェイコブ・シャピロとルイス・バカルターの指名手配書、ジェイコブ・グラ・シャピロは、ニューヨークのユダヤ系ギャング、マンハッタンのガーメント地区を暴力で支配した。帝政ロシアのオデッサ生まれ。幼少時、渡米し、マンハッタンのスラム街、ローアー・インスト・サイドに定住した。ロシア語なまりの英語を喋った。あだ名、グラの由来は、好んで叫んだ。ゲット・オータ・ヒア。 か、ロシア語なまりでグラに聞こえたから。十代の頃は窃盗の常習犯ということ以外、若い頃のキャリアはよく知られていない。1915年、1918年、1922年に、それぞれ建物侵入、空き巣、銃の不法所持の前科がある。町の行商人から、用心膨大を取り立てていた。ルイスレプティバカルターと知り合い。 以後生涯のパートナーとなった。1920年代ラッキー・ルジアーノや、マイアー・ランス・キーと知り合い、アーノルド・ロス・スタインの勧めで、リトル・オーギー、ジェイコブ・オーゲンの組織に入り、ガーメント地区一帯の組合たかりを統率した。やがてオーゲン勢力の乗っ取りを格索し、これが知れるとオーゲンは彼らと決別して、レックス・ダイヤモンドを雇い入れ、対抗した。1927年、 ロワー,ーイーストサイドのデランシーストリートの街角で、王弦を銃殺すると、ガーメント地区の縄張りを乗っ取った。回避の取り立て、ピンハネ、キックバックのシステムを作り、抵抗する者には、暴行や爆弾で制裁し、時に破産に追い込んだ。常に暴力が先に立ち、周囲に恐れられ、ゴリラボーイズと呼ばれた。1930年代。 マーダーインクのトップに就任したレプキの右腕として、有望なガンマンを勧誘しては、マーダーインクに雇い入れた。ダッチ・シュルツが、ニューヨーク州特別検察官、トマス・デューイの暗殺をコミッションに提言したとき、アルバート・アナスタシアと共に賛成に回ったと言われる。レプキとシャピロの関係は、ランスキーとベンジャミン・シーゲルの関係に似て、前者が、頭脳、後者が、 武力の役目を追うという相互補完的なコンビだった。1936年7月、竜医はバカルターとシャピローをガーメント地区のギャングの親玉と名指しし、告発のための証拠集めを始めた。1936年11月、毛ワ産業の独占支配の容疑で連邦検察に起訴され、反トラスト法違反で2年刑の有罪となった。 1937年3月控訴したが、覆らず、同年6月、保釈金を放棄して逃亡した。連邦検察とニューヨーク州検察より、二人ともそれぞれ5000ドルの懸賞金がかけられた。1938年4月、FBI に自首した。懸賞金は7500ドルまで跳ね上がっていた。再び同じ反トラスト法違反で起訴された。 6月、連邦祭で3年刑を言い渡された。週監中に、ニューヨーク州検察に、ガーメント地区の強制犯罪で告発された。若い頃の前科3班を重く見られ、1944年5月、組合強制の罪で15年刑が下された。新神刑務所に収監された。3年後、心臓発作により死去した。潜伏の時から、 心臓疾患を抱えていた。バカルターと異なり、殺人罪での告訴はなかった。1927年、ジェイコブ音源殺害容疑で逮捕された時は、証拠不十分で、有罪を免れた。彼の供述調書の一部が、レプキの後半審理に不正に利用されたと言われる。息子のヘンリー・シャピロは後年ランスキーのバハマの闇と爆弾で働いていた。 クイーンズ区のスプリングフィールドガーデンズにある、ユダヤ系の墓地、モンテフィオーレ墓地に埋葬されている。A.B.C.D.J. コブ・ガラ・シャピロラ、コサノ・ストラ・データベース・ハット、グラ・ドローズ・15・イヤーズ、ツー・ライフ・フォー・イクストロション・ザ・ブルック・リン・デイリー・イーグル、1944.5、5, 5、ハット、A.B.C.D. ザ・マフィア・エンサイクロペディア、カール・シー・ホキス、P144、ニューヨークズ・ゴリラ・ボーイズ、 シカゴトリビューン、1940.62、レプキ、グラゲットニーヤーズザブルックリンデイリーイーグル、P2、1936.11、12、シャピロ、ラッケティアジャンプス1万ドルベイルザブルックリンデイリー、イーグル、P1、1937.6、22、グラ、フェイセズフュージティブカウントザブルックリンデイリーイーグル、P1、 1938.415ハットシャピロギルティーゲット3イヤーズファインド15000ドルザブルックリンデイリーイーグル P21938.618 グラドローズ15イヤーズ2ライフフォーエクストローションザブルックリンデイリーイーグル1944.55ありがとうございます